皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年3月の21日、11時47分、佳子さまのとのミーティングというか、会議含めて、あと、一般の方とかも見ていただいて、状況をいろいろとご理解していただけたらいいんじゃないかなと思います。佳子さま、いきなりですけども、一応告白しておきますね。結婚希望相手は、佳子さまであると。秋篠宮佳子さまであると。で、未来の時間軸からの会話、佳子さま編というところで、以前も言ってた内容があったと思うんですけども、ごめんなさいね。この黒い紙、これ編集画面なんで、上のそのコード読まれて、そこにサイバー攻撃されたら嫌なんで、他の人でもそれ分かってしまうとアクセスできちゃうから、この画面に来て。だと思いますよ。分からないんですよ。その前の画面までで戻されるのかもしれませんし。本日の日付で記載されている内容を、見ていただいたら分かるんじゃないかなと思います。昨日に関しては公務という声は聞こえていました。で、今日に関しては分かりませんとしか言えません。ただもう気温とか天候を見ると違うんじゃないかなと思うし、ただ昨日報道ステーションで、関西の方だけなのかもしれませんけども、朝日放送、関西では朝日放送、という名称で大阪の方に、支店があるんですけども、本社扱いになってますけど、支店みたいなものですよ。で、斉藤真美アナウンサーが、髪の毛が茶色に見えるバージョンの、CM の方で、家のね、広告を行っていると。で、それをしなかったらいいっていうことなんですよ。そもそもで言うと。で、その CM を放送しなかったらいいっていうことなんですよ。ちょっと話戻しますけども、今何が言いたかったかっていうと、その天気云々のところで、全然求めてもない人間が身勝手に会いに来ようとしていたりだとか、ちゃんと横通り過ぎるだけで、ちゃんと淡井圭介に会って話しないでね、横通り過ぎたり、この前を横切ったりとかね、特に黒い服を着てる人、そういうふうなごまかしで生きてる人間っていう人たちは、結局エネルギーの残存量問題から何も考えてなかったと。これ、たまに本気で思うんですけどね。だから、小木さん、有馬警察署で見たでしょ。で、阪神・淡路大震災とかあったじゃないですか。で、報道でだいぶ嘘を言ってるっていうことが世間に広まる。じゃあ、本当のところ、報道ステーションのスタジオってテレビ朝日の中なのかなって。これはもう本気で、そう思ってしまうときありますね。いやだから絡まれたりするでしょ。人口はあちらの方が多いですし。で、こちらの方で記載してるのは、2019年に私の母親が亡くなって、以前からも何回か、その黒い服で手話で挨拶されてる、眞子さまや佳子さまの年はありましたけど、今から7年前とかで。だけども、2019年に関して、佳子さまや眞子さまは、黒い喪服で、手話をされていると。だからそれは私の母に、に関して、無に服していらっしゃると言いますか、そういうふうな形だと思います。その哀悼の意という、意味もあるかもしれませんけども、実際私が母親が亡くなって、もちろん悲しい思いもしましたし、母の葬儀で着ていった服って、黒い服じゃないんですよ。これ自分の考えなんですけども、もともとね、なぜ黒い服での葬儀が一般的に流行ってしまったかって言ったら、昔白黒テレビだったじゃないですか。色の分け方とかで、本当は黒い服着てなかったのに、黒い服でね、参列してるように見えたりだとか、あとはカラーに変わってから、例えば映画とかで、あくまでもそれは、演技じゃないですか。本当に亡くなってる人の場面っていうのは、まずないと思うんですよ。で、
葬儀のシーンとか。だから、いや、本当は違いますっていうことで黒い服を着ていた。だけども、一般人の人たちがそれを見たときに、あ、海外でも黒い服を着て、葬儀の時に参列するんだ。日本の国会議員の人たちもそういうことをしている。それで勘違いをされたと。で、まあ僕の考えでは、その母が亡くなった時にね、その最後まで介護しました。まあ亡くなったのは病院ですけども、まあ最後の方は僕の方がね、数年前から食事作ってあげてと。まあそういうふうな形になってました。で、その自分がもし亡くなった時に、まあもちろん母親の気持ちもそうだと思うんですけども、葬儀に来てくれた人がね、みんなみんな黒い服着ていたら嫌でしょっていうことを、まあ以前 SD カードで送って伝えていて、まあもしくはテレビに言った方法か、まあ何かで、まあ未来からの時間軸での話で、どっかの動画で僕はそういうふうに佳子さまに伝えたかもしれません。で、今年の2024年1月1日の能登半島の地震に関しては、その追悼の意に関しては、青い服で、手話で追悼の意を表現してくれています。だから、その辺のところで、まあ、意思疎通ができてるなっていうところで、まあ、あんまりこういう堅苦しい挨拶だと、顔は綺麗には整いますけども、だけども、心の部分でどうかなって、って僕は思うんですね。だからそのここはね、かこちゃんありがとうって、まあそういうふうに言っておこうと思っています。ただ心は今敬語使わってなかったから心が潰されそうになってます。でそれはその、僕とかこ様との関係だけじゃなくて、他の人がその僕の動画を見たときにね、その話を聞いたときに、心が潰れそうになってるかもしれませんし、まあ、まあ、そういうことですね。だから、まあ、今日の朝、まあ、ちょっと情報ログのこととかを、また、アクセスできるようにして、まあ、誤解がないようにね、文章の方を付け足しておいています。もともと、まあ、朝鮮半島で、戦争があって、で、北朝鮮と韓国に分かれていたのであって、その当時、日本が第二次世界大戦負けた後にそういう戦争があったのであって、その前に日本と韓国と台湾は一つの国であったと。で、もちろん、今はもう国境線が引かれていますから、違う国ではあるんですけども、それで、その、ジョーブログさんの方にアクセスできる、その、行政や建設業界の人たちがしでかしてしまったことっていう欄のところから、まあ、ホームページはケースに歴の1番から見てもらったら分かると思うんですけど、その、ブラックのところ結構、その、まあ、ナスという名前でいいと思うんですけども、まあ、フルーツラパークで働いていた時の名前が、その、偽名だったら僕もお手上げなんですけども、まあ、彼が撮影しに行ってくれていて、まあ、彼もね、昨年のある一定の時期から髪の毛黒色になっています。もう染めるのをやめてくれています。で、まあ、一応立場上僕の後輩なんですよ。で、まあ、年齢も僕の方が、一つ上だったと思います。まあ、もしかしたら同い年かもしれない。僕は1977年生まれの8月9日です。で、まあ、まあ、彼ももしかしたら朝鮮半島の人の血を引いてるかもしれない。その血を受け継いでるっていうことでね。で、そういう方たちってね、日本全国で探したら、もう大阪のそのいろんな地点のところアクセス今できるようにしてますけども、いっぱいそうでしょ。神戸もそうなんですよ。だってもともと、韓国と北朝鮮と台湾と日本は一つの国として何十年も、そういう時期がありましたから、で、朝鮮半島でその戦争があった時に、やっぱり逃げ先として日本を頼ってくるじゃないですか。近いし。まあ、中国の方に逃げられる方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ多分、
その併合していたっていう、その一つの国であったっていう時期のことを考えると、まあ、いっぱい来られていたと。で、やっぱり熊本県とか、まあ、中国地方、鳥取や、山口県、岡山県とか、あの辺り近辺、まあ、あと九州の、まあ、福岡とか長崎とか、ああいったところはやっぱり近いですから、だからまあそういうところにまず逃げてくる。で、それからまあ仕事云々で都市部の方にまるで仕事があるような錯覚で、行っていたり、まあその西成区とか、その浪速区だとか、大阪かなり多いです。秋で中心地に偏っていて、そこから20キロメートルぐらい離れたら、その JR 大阪駅からですよ、20キロメートルぐらい離れたら、まあ、そこそこ、こういろいろこう、まあ、さびれてると言いますか。で、まあブラックっていう言い方をしてますけども、もともとの名称とか、その得体否認の話まで戻ると、そこまで行くと江戸時代じゃないですか。だからまあ、昔もともとそういうふうに交流がもともと朝鮮半島とあった。まあ、それ言い始めたらもう、京都の平安時代より前の邪馬台国の卑弥呼という方が、女王として国を治めていたという時期から、中国とは本当は交易があった。あくまでも最澄と仏海は仏教を日本に持ち込んできてしまった方で、まあその辺のところはちょっと頭の中で、整理整頓つかれてない時も、僕もそうなんですけども、まあごちゃごちゃになってしまったりするところあるかと思いますけども、まあ今何が言いたいかって言ったら、二重国籍のまま、まあ朝鮮半島に帰られた人たちは結構いらっしゃると。まあこういうことになるんですよ。だからどうしても、これももうほぼ間違いなく、もうまるで大阪とか人口たくさんいるように錯覚を起こしますけども、高いビル建ててごまかしていただけです。だから、もう確実にこれ、多分もう確実っていう言葉を使ってももう良い段階だと思いますね。日本人、その日本国内のその国境線引いてる、日本国内に住んでる定住者の人たちの数は6000万人いらっしゃいません。もうどこの映像を見てもそうです。だって京都の駅歩いて5分とか彼言ってて、僕もそうだと思うんです。その近辺行ったことありますから、ある程度の地区、河川の撮影とかでもそうですし、テレビ局の人間が来た、例えば昔は西尾ゆかりというものが一番最初にフルーツフラワーパークに来て、で、まあ、結婚話を飲もうしているっていうことで、京都の方に嵐山に来るっていうことで、もう今からもう15年ぐらい前か、もっと前かもしれませんね。で、僕は京都の方の、その JR 駅から地下鉄に乗り換えて、最終駅のところから嵐山まで、その最終駅に着いた時間が0時00ぐらいで、その後、歩きながら嵐山の、その山の中のね、お寺のところまで行ってるんですよ。そこに撮影来るって、朝生放送で放送するわけじゃないですか、ズームに行って。で、まあ結局、西尾ゆかりから何の対応もなかった。たですね、入り口入れてもらえなくて、お寺さんも。仏教界で何か淡井圭介の味方をするみたいなことを高野山の人たちは言ってくれてましたけども、高野山で基本的に修行した人たちが、まあ、お坊さんになってるんですよ。なんか何の縁もなかったですよ。今、まあ、天気になんとか抗おうとして、何か言ってね、こう、すっきりしよう、気が晴れるっていう形に持っていこうとしてるんですけど、やっぱり心正直重たいですね、本当に。で、ああ、今度はパソコンが、ボタンを押してもちゃんと反応しなくなりましたね。
まあ、先ほどの欄も、ホームページは IKS 県歴の1番から、見れるようにしておきますので、まあ、しゃべり方とかで、まあ、佳子さまは覚えておかなければならないことのところで記載している内容って、まあ、佳子さまが聞いたら、まあ、気が重たくなったりだとか、実際そういう行為してしまってるじゃないですか。僕の横を通り過ぎるだけでね、自分から話をしないっていう。それだけは絶対人としてしちゃダメだと思うんですよ。僕は絡まれてる立場だから、特に覚えのない人間から声をかけられた時って、やっぱり何も言わないし、言いたくないし、警察官の人からは、相手せんかったらええからとか、そういうことを言われてたんですよ。年上の人にね。だけども僕のことを深く知ってる人であれば、淡井さんの方がよく分かってると、淡井さんの判断でいいですなんですよ。ことの成り行きを全部分かるとね、その中には多分請求もあるでしょうって。だから、中には弁護士関係の方で、声をかけてくれた方もいらっしゃったんですけども、何回か助けに来てくれた人なんですよ。だけども僕、はその人のことを忘れていて、まあ、対応することができなかったと。だからまあ他の動画でも言ってますけども、まあ、昨日の晩ね、佳子さまの普通の声でね、本当は裁判っていう声が聞こえてきてるんですけども、これ多分僕が言った内容に対してこうコンピューターが恩返しで言ってきてるのか、佳子さまもそれを聞いてそうおっしゃってるのか、ただそれはまあ参加人とか補佐人というような形で、まあさすがに司法修習生とかじゃないですよね。だからまあもう29歳だから早い人だったら裁判官になってるかもしれませんから、年齢的に。だから海外留学された時か、まあ学習院大学から、まあ、海外留学は一回されてるじゃないですか。それから、他の何か別の大学、教養関係のところ行かれたりしてるじゃないですか。で、その黒い法衣服みたいなのをまとってたでしょ、帽子かぶって。あれ、法政か、法学部でしょ。じゃあ司法修習生であるのにもかかわらずの話になっちゃうんですよ、これ。どうしても今責めてるんじゃなくて、だからそれをそうなってしまったのには、佳子さまには佳子さまなのにのその事情があって、成り行きがあってっていうで、まあ、今ちょっとこちらの名がうるっときてるんですけども、それは僕と佳子さまのお互いの感情だと思いたいで、僕の動画を見るときに、自分の名前を心の声で、名乗っていただけたらいいんじゃないかなと思います。秋篠宮佳子ですって。僕はいつもフルネームで、名前名乗るようにしてますね。で、テレビと違うところは、僕はこの画面からコロ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 違う画面に変わってないじゃないですか。あ、今分かってるっていう声が聞こえてきました。心の声は伝えやすいはずなんですね。まあ動画でまた佳子さんも僕がね、心の声で僕のこと好きですかっていう言葉について返答で入って笑顔でおっしゃってくれていて、だから今までの全体的な流れを見ると、その動画の状況を見るとね、結婚してくれるとまあ思うんですよね、こちらは。だけどもその横を通り過ぎるという行動をされた時に、信じてたものが全て壊されるっていう、それを佳子さまだけじゃなくて男性も含めて、ね、大きなお金を稼いだ人たちも含めて、僕に対して何の援護もしてくれなくて、
それこそ寄付金とかがあったのに、誰も何もしてくれない。されていたのはずっとその旅行を通り過ぎるという。ただまあそれも例えばもしかしたらガンダムのね、その一番最初のその原作者であった富野さんも、もしかしたら僕の横を通り過ぎていたかもしれない。昨年亡くなられたニュース、本当は一番最初はいつ亡くなられたのかわからないんですけども、もうテレビのニュースの放送の仕方がああいう放送の仕方ですから。例えば漫画家のドラゴンボールを書かれていた鳥山明っていう人は死亡したニュースが今まで何回も流れていると。ウィピディアの情報もめちゃくちゃになってますから。ただその河村隆一さんがね、未来の時間軸から淡井圭介が声を投げかけてる時に、まあ徹子の部屋っていう番組に出てる時なんですけども、思いっきり全力の声で「あっ！」って言ってくれてるんですよ。だけどもこれコンピューターの融通のつかない聞かないところでね、淡井圭介さんと会いますとか、そういうことだと思うんですよ。もしくは自分から淡井さんの家に行くとか、このアリの第一タウンハイツっていうところは僕は住所を明確に公表してますから、ホームページ淡井圭介の意見文書の方前半とか後半のところでね、であと運転免許証まで貼り付けてるから、それで信じない人はまあどうかしてます。だからまあコンピューターの世界の融通の効かないところなのかな、なのか。ただ一部のテレビ局の人間でよく分かってない人間が淡井圭介の件に関してとやかく気軽に、男性アナウンサーもそうですよ、何の保証もないのに、例えばプロ野球の試合でね、阪神タイガースの勝ち負けを行ってる時に安藤美希がいるとか、そういうふうなことをね、励ますような言い方で一応言ってきてるんですけども、その声も一番最初はいつかわからない。でその安藤美希がいるっていうワードに関しても、安藤美希テレビ局の人間でしょ、視聴率があるでしょ、お金の流れがあるでしょ、日本人選手が活躍したら視聴率上がってお金が入ってくるでしょ、会社の売り上げが。じゃあ使ってるのは僕の頭の中だったり、でそれプラス遊んではならないルールとかいろんなことがあった。じゃあどういう意味で言ってるのかなんかわからないじゃないですか。で実態のところ、安藤美希が淡井圭介と結婚するっていうようなことを言ってたのは二十歳前後ぐらいの頃でしょ。その後僕の名前出して言ったことありましたっけ？ないでしょ。で僕から見ても変だったんですよ。海外のブライアン・オーサーさんでしたっけ、男性をコーチにつけて海外に拠点を移して練習をしてるとか、そんなこと言ってたでしょ。どちらにしても試合で海外に行くから別の男性と海外旅行をしてるんですよ。で僕に対して、結婚したい、好きだとか、チョコレート、バレンタインデーにチョコレートをくれたとかあるかって言ったらない。ないのにアナウンサーの人たちは身勝手にそういうことを言ってた時期があった。それ阪神タイガースの試合で勝ちに行ってる時に言われたら鬱陶しいですよね。つながってる、例えば阪神タイガースのピッチャーの人、ボール球にしかならないですよね。急に崩れますよね。精神的に僕は崩されるから。安藤美希に関しては最終的な結論は2019年の11月30日にテレビ朝日の受付に行った時に眞子さまがいて、そこで宇賀なつみとも話をするって言って行ったんですよ。でもちろんその場に佳子さまがいてくれたらっていうことは言ってましたと、言ってたと思います。誰か助けに来てくれたらと。だけども誰も誰からもしっかりとした話し合いなんかしてくれませんでした。眞子さまは本当はあの子に聞いてみないとわからないしって、まあ佳子さまのことをおっしゃってるんだと思うんですけども、だから、上夏美も入管許可書を
を受付で眞子さまからもらって中入っていって、で、片や大きなテレビが置かれていて、流れていたのは、スマップの、中江さんに、まあ、リーダーだと聞いてましたから、報道関係の番組与えて、いろんなことを勉強してもらわなきゃ困ると。ジャニーズの傘下の人たちに、世の中のことこんなに何も知らないじゃ話にならないと。もっとそこそこの年齢になってる人間はかなりいると。で、与えてたんです。で、そこで、ごちゃごちゃ言うサンドイッチマンの二人とね、石巻市に関しても、サンドイッチマンがああいうふうな行動を行えたのは、僕経由あってのものですよ。勘違いされていらっしゃいませんかっていうことなんですよ。で、安藤美希の話に戻りますけども、その眞子さまはね、あのホテル代だったら出すけどもっていうことで、その時佳子さまが何か公務だったのかどうかそれは分からないです。本音のところを言うと土曜日だから本当は休みだったんじゃないですか。それはもちろん土日で公務がある時はあるのはそれは分かってます。だけども基本的に11月30日公務なんかないでしょ。別に他の日に回したらしまいじゃないですか。ホテル代だったら私たちが出すけどっていうことを言っていて、一応ホテルの方行ったんですよ。誰かがいるのかなと思って、テレビ朝日のすぐ近くのホテルですよ。でもちろん生活保護者だから、それでね、言い方もね、ボソボソっとした言い方してるんですよ、眞子さま。電波で何か聞こえてきてそれ言ってるだけで、自分の責任何もなしで、そこのホテルでね、僕はチェックインしましたと。チェックインっていうのは自分の名前を書き込んで僕は泊まりましたという証ですから、基本的に僕はお金出さなきゃならないじゃないですか。高級ホテルですよ。だから1泊3万円ぐらいなんじゃないですか。そのこう周り見渡した時にね、誰もいない、それは引き返しますよね、普通。これもし、いや、払うお金なんかないよって。でしょ?で、ちょっとま、周りこう、キョロキョロして、一応、片っ端から顔見てたんですよ。受付の人もそうだけども、基本的にこう、ソファーとか、座るところが置いてあって、いろんな人たちが座っていて、誰か知ってる人いないかなと。まあ、特に、まあ、もうその時はもう結婚問題のことで頭の中いっぱいでしたから、あと河川水門開始、ダム発電とか地下水流トンネル発電のことで、蒲田発電もそうですけども、で後ろ振り向いたらね、もうやっぱりもうホテル泊まるなんか危ないわって、お金これ請求来たらどうしようって、なんかそれはそれで精神病院入れられるんちゃうかって思ったんですよ。もうそう、僕の立場になってもらったら分かりますよ。大して悪いこと何もしないのに精神病院あんなになる期間に 2ヶ月と20何日普通ありえませんから。罰金刑、まあ何かどうなって大きい声だったとしても、そのまで相手絡んできてるから、それはルール法律で正当防衛で、それ認めないと。じゃなかったら防衛手段がなくなる。そういうことが昔認めてなかった警察官のことを誰かが覚えていて、僕は神戸大学附属病院で強制わいせつされたんじゃないですか。で、警察官の平田っていう人間が、殴ってきた犯人であった可能性が非常に高い。生活は、その殴ってきた犯人だから、その後、僕の生活安全課に、の担当の人間として紛れ込んできた可能性があると。もう顔が似てるし、昔から絡んできた人間だから覚えてるんですよ。で、敬語でもの言わないんですよ、そいつ。だから両顎割られて、歯並びもそれで、こういうふうに、下の歯がガタガタになってるでしょ。で、歯茎3分の1か3分の2ぐらいなくなりましたから。
素手で殴るマウスピースをつけてない状態っていうのはすごく危険なんですよ。歯なんか、ね、ある程度、まあ、力仕事でもいいと思いますよ。そういう筋力ついてる時殴ってしまったらこんなところとんでもないことになるんですよ。この辺は歯なくなってます。で、まあちょっと安藤美希の話に戻りますけども、後ろ振り向いた時にね、安藤美希とその父親かなと思われる人物がいたんですよ、老人男性。で、その老人男性が多分ここの春山整骨院の介護職として来てる。来ていた時期があった。自分の名前なんか全然、ちゃんと身分証明書とか、どういうこと、どういう職業をついていたとか、そういうこと明かさない人間ですよ。で、安藤美希は天を仰いで高笑いしながら、あれの相手なんか知られへんわって言ってるんですよ。テレビ見ていて、一般の会社とされる人たちとかね、そういう人たちとかも含めて、まあ一般の会社からテレビ出てる人たちが多いんですけども、未来の時間軸から僕の声とかが聞こえてきた時、頭の中で考えた内容とか読み取って、じゃあそれって、その時みんなが何言ってたかって、あれって言ってたんですよ。あれが言ってきたことって。たかがその辺の僕よりちょっと年上ぐらいの医者程度の人間とかですよ。その辺の会社の部長とかその程度ですよ。会長じゃなかったら僕と同格者じゃないですよ。で、法的に考えたら僕の方が被害者だから、あなたたちが加害者業界になるんですよ。もう医療業界ならコロナウイルス作ったから終わり、全員。連帯責任がある。今まで絡んできた内容とかね、安藤美希に関しては天を仰いで高笑いだったから、普通僕の前で恩義のある立場でしょ。安藤美希に関しては淡井圭介がいたからそのグランプリファイナルかな、世界選手権かな、2回優勝してませんでした。それ元をたどると、まあ、荒川静香とか、僕より年下です。で、僕の後輩なんですよ結局。で、だけどもお金を一銭も支払ってない。じゃあコーチにお金一銭も支払わなかったらいいじゃないですかっていう話なんですよ。ブライアン・オーサーコーチって試合中になんか大きな声で叫んでませんでした？リンクの横で。あんなことされた本当につながっていたら選手転倒しますよ。日本はフィギュアスケート業界同行の話じゃないから、そこにもう頭なんか貸したくない。全員真面目な対応しなかったから。高橋大輔も僕よりかなり年下のはずなのに、僕の横を通り過ぎるときにやっぱり髪の毛染めてるから、僕の頭で考えた内容高橋大輔かなって思ったときに、それなら会えるって言ってきてるんですよ。ハワイさん今までありがとうございましたって一言も言えないんですよ。彼髪の毛染めてるからなのか、自分の立場っていうものをまるで分かってないんですよ。上下関係を、恩義の部分とか社会的地位のところも含めてですよ。君が世界中の政府上層部の人と話をしてきたの違いますよね。君たちのわがままがどれだけ広まりました。僕は20歳ぐらいの頃に出した結論に関して、新しいスタジアム作っちゃダメ、プール作っちゃダメ、まあ学校に作るのはしょうがないとして、災害の時にやっぱり能登半島の件ではっきり分かりましたけども、水を汲み上げてトイレに流す水が必要だから、だからプール作っておかなきゃならない、雨が降ったら溜まるから、だからそれは阪神淡路大震災の時に僕も同じことをしてましたから、
諏訪の中学校というところに避難していてなんですけども、近くにその佐伯さんっていう遠い親戚の、おばあさんがいましたから、その人の面倒を見に、一時期は神戸市北区の若葉台の親戚のうちにね、避難してたんですけども、まあまあそこも脇和夫さん、脇奈美子さんの下で、まあ長女、まあ長男、次女、5人家族なんですよね。で、阪神淡路大震災の頃はおばあちゃんが生きてましたから6人家族なんですけども、その長女の方は、その時は家にもういなかったのかな。ただ我々は5人家族で避難してきたものですから、それはもう家の中もパンパンになりますよね。なお 僕の方はね、その遠い親戚のおばあちゃんの面倒を見るっていうことで、スタンド中学校の方に行ってたんですよ。ちょっとまあこれ行政への相談にもなんですけど、まだパソコンがおかしくなったんで、ちゃんとパソコンがつくようにしてもらえないですか。一応まあこれ見せておきますね。あ、一応ついたかな。はい、現行日本法規、これちょっとコピーするときにどうしても分厚いものですから閉まらないんですよ。だからこれ周りが黒くなっちゃう。光センサーなんでね、閉じて暗くしていて光を当てて読み込むような形なんで、これ現行法規と現代日本法規をね合併させて現行日本法規、これ僕が、そうしなきゃダメですよって言って、そうしています。これは本当の話ですよ。神がかり的な力とか台風消滅とか他の人できましたかって言ったら、そこまでの数できてないでしょ。世界中に影響を持ってた人間でなくても多分できないでしょうから、髪の毛染めることすらやめられないような人間が、それでももう中卒基本給しかもらえないですよ。で、賞与とかないないない。世間に対して迷惑かけてるから。だからお金一回ちょっと返金させて、ね、物事しっかりと理解してもらわなかったらっていうことになってくるんですよ。本当に。そんなの上から下まで全員ですよ。だから去年文部科学大臣辞めさせたんでしょ、女性の方で。また春晩成功戦も出入りしてたから。髪の毛茶色、根性ババ色。ババ色って競馬場のことですよ。ババ馬だから、ギャンブル系統とか、まあいろんな意味合いがそこからネタを不良化してるっていうことなんですよ。まあ、それはもう正直今もう系統が分かってるから、元はね、農林水産大臣で、第二次世界大戦の前から多分競馬ってあったでしょう。どうなんですかね、第二次世界大戦の後ですかね。そしたら海外から押し付けられた方ですね、外交で。だから競馬なんてものを一番最初に考えたのは誰でしょうっていうところを考えたら、まあもう昔のその日本にも一応馬はいましたから、まあ馬に乗って競争ぐらいはみんな知るから、それはまあ競馬の始まりだとすればもうどこの国も同じっていうことにもなるんですけども、だけどもそれでお金稼ぎっていうのはやっぱり変ですね。で、海外まで、大きなG1 のレースがあるからっていうことで、その海外へ車、飛行機に乗せて、飛行機に乗せて、現地に飛ばして、バウンシャーに乗せて、だからエネルギーの無駄遣いになるでしょう。だから正直、王族の人たちとかは競馬場開いてるでしょう。日本の場合は農林水産大臣とか、まあイギリスなんかはっきりと言ってますけども、王室の人たちがその女王陛下とかはね、馬主とかだったりするんですよ。何頭もので G1 買ったりしてる。で、コンピューターでの力の搾取なのか誰かによって操作してるのか、だからそこは本物の強さじゃないなっては思いますね。社会的地位がありすぎるから。だからこれはそこはね、そういうことを言うと、
今日も一時期天気危なかったんですよ。で、天気予報では雨で、もう3月21日でこんな気温ありえませんから、最高気温が、10度前後、絶対ありえない。昨日なんか雪降ってましたから、昼間、13時頃、一番気温が上がってる時間帯、そこに雪ですよ。その話信じるわじゃなくて、動画で撮影してるから自分で確認したらわかる。今のは男性の声が聞こえてきたんですけども、まあ別の人の声とかも聞こえてくるから、ある程度対応しなきゃならないですけど、その話信じるじゃなくて、見ましょう。で、台風の数とか、それ気象庁が発表してるから、今までの歴代、第二次世界大戦ぐらいの頃から、で、全部あるから、世界中で発生した台風の数。年齢が上だけで、何でも物事動かされたら世の中めちゃくちゃにしかならないから、それも僕は認めないですよ。国会議員の人でもね。大臣でも辞めさせられたでしょ。だいぶ前から僕は大臣クラスでいいっていうことを与えられて、その20歳かその前の頃、あくまでもクラスだから、同格者っていう意味でね、その、大臣にはそれは年齢的になれないですよ。だけど1998年に結果出しましたから、台風の数、発生した数16個だけ、世界中でものすごく削減してる。で、発生してる場所とか見たら分かると思いますけども、もともとミッドウェーの海戦があったとか、あの辺り、島の名前で検索したらダメですよ。台風の発生地点と違うなってなっちゃいますから。あの海域全体ですから。だからあの世の人たちのお怒りとか、まあ、そういうことになるんですけども、ただそのあの世の人たちもこんなにひどい目に遭ってる淡井圭介に、今度は台風で人殺しをしたいんですかっていうことを言われたら、それは向こうも怒るに怒れなくなりますよね。けど悔しさがある。佳子さまが思えなければならないことっていう欄のところで、天の轟きってあるでしょ。だからそれは流通センターを撮影しに行った後でね、流通センターがあるのに、その手前に大きな流通センター作ってるんですよ。あれもう2年ぐらい作ってますよ。ずっとクレーン動きっぱなしで。おかけずってね。流通センターがあるのに流通センター作ってるんですよ。それでガソリン消費してるんですよ。建築業からしたらいいのは建物の解体であって、その建物のところを簡単に開けちゃダメだから、瓦礫置いときなさいよって言ってるんですよ。木材も蒲田発電ができるまでそこに置いておきなさいよって。土地が空いたら、そこに畑を作らないで、新しい家建てちゃうんですよ。で、その人たちが、富の分配をしっかりしないで、自分の家のローンを返済のためにコロ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 人材派遣会社とかを使って雇用助成金で稼ごうとするでしょ。まあどちらにお金が入っているのか、どういうふうな分配なのか知りませんけども、世の中していいことと悪いことの区別ぐらいつくでしょ。あの人たちからもう判定なんかすぐに全部出ますよ。それが天の轟きですよ。それは映像見たら分かる。紫色の雷が30分以上にもわたってずーっと空で光っていて、とどろいてる。ものすごい轟音が。それはそこまでは皇室の人たちのせいじゃないから、それは自民党とか公明党のせいだから、まあ、そこは佳子さまの声で、はいっていうこと。あれ、コンピューターの機能で、ちょっと大変そうだから笑わせてあげなっていうようなところとかも、そこは人道的にあるのか、佳子さま心の声でどういうふうに、本当に心の中でそうかいって思ったのかもしれませんけど。そのタイミングでそれ言われたら面白いような話になるから、一応ね、まあ
だからコーチの方がスポーツと関わってた方だから、でそれでスポーツの勝ち負けを僕は軸になって怒られるような形になって、結局国連の中でも荒井圭介が軸になってますから、それが事実ですよ。フルーツやパークの頃に二十歳ぐらいに出してた結論について、そこまでの結論が出ていたのに結局っていうことなんですよね。何もかもが大きく狂ってしまったっていうことで、だからもうその行政がやらかしてしまったところ、しでかしてしまったことを、まあ、行政と建築業界がっていうところ見てもらったら、まあ、いろんなところアクセスできるようにしていますし、まあ、今日もそういう作業は続けていこうかなとは思っています。まあ、一応さっきパソコン行政助けて動くようになったんでね、また変な社会でしょ、一般の人たちが聞いてたら。一時撮影しなきゃならなくなるでしょ。最初からパソコン止めないルールにしといたらいいんですよ。一切合切。人間が打ち込んだ動作だけをしっかり行うだけにしておいて、あとはそのままで固定。まあ、僕としては佳子さまに一日も早く会いたいし、もし以前佳子さまが僕のまあここの廊下とか歩いてきていた時とかあったと思うんですよ。そのこの間の能登半島の時のその青い服を着ていた時の手話の愛との家を捧げていた時の顔のバージョンだと思うんですけども、まあちょっとその顔の状態がいろいろ違う時あるじゃないですか。でそれに関して心当たりがちょっとあったりとかするんですけどね。だからもう若いうちに早く結婚した方が得だっていうことを分かっていたから、だから二十歳の成年皇族の時に記者会見で、私側っていうことを言ってくれてたんじゃないですか。すぐに淡井さんと早く結婚した方がいいって。了解っていう佳子さまの声が聞こえてきました。心の声がだと思いますよ。心の中でだと思ってしまったから、ちょっと呪いが来てたのかもしれないし、だからそれ、だからどうしても政府の隠蔽が、裁判所の隠蔽側の機能が出てますね。先ほどは違うかったんですけども、その斉藤亜美のアナウンサーの件を言ったでしょ、安藤美希の名前を言ったでしょ、その時は呪われてなかったんですよ。だけどもそういう人の名前、今まで結婚話があった人のことを思い出したり言ったりとかすると、頭の中でですよ、それで呪いが来るんだったら、それ今までの分、そのメダル取った時のね、その 2.5% のお金だとか、何かそれなかったら頭の中とか貸したりとかって絶対僕損じゃないですか。みんなそれしてるっていう声が佳子さま の声とか聞こえてきたんですけど、これ全然違うんですよ。阪神タイガース日本一とかワールドベースボールクラシックを日本一、あ、世界一にさせ、世界一を獲得するときの大変さって、それはもう現場行ってる時の顔とか見たら分かるから。だから僕は去年取り組んできた時のその動画の顔とか今の顔とそのやっぱり違うでしょ。今の方が綺麗に見えるでしょ。事実そうなんですよ。まあちょっといろいろ喋っていたりとか、まあ相手からの心の声とかでこの辺とかもこうなったりとかもします。あと下涙袋って呼ばれてますけども、まあちょっとそういうこと頭の中で見てる人も佳子さまもどうしてもよぎってしまう部分あるじゃないですか。だからそれで、そういう風になる、まあ僕が見ていったり心の声を投げかけていてもやっぱりそうなってしまってましたから、まあ、もうそれはある程度はしょうがないなって、とにかくお互いのことが好きだ
好きだっていうことが、その結婚で一番大事なことであって、でそこはやっぱり本音で話しなかったら、やっぱりお互い分かり合えない。それは、うん、その結婚だけじゃなくて、男性、僕から見て男性同士もそうだし、女性同士も本当はそう、苦しんでるんですっていうことをね、しっかりということによって、ごめん今度からこうするわとか、そういう風な話になるでしょう。でそれでもまだ僕の家の横とか通り過ぎられたら、ね、まだやっぱり僕も辛くなりますし、まあ神がかり的な力の強い人とかだったら、こう、あ、今抱きしめようとしてるようなことを頭の中で想像して、もしくは心の中で想像して、あ、自分の思うこちらの感覚で若干ね、そういうふうな感覚はあるのかなとか、まあそういうふうなことをいろいろと、正直佳子様の動画を見ていて思ってたこともあります。それは他のものの時も同じです。でも今更、その、もう結婚希望相手は佳子様で固定ですから、まあその上でね、他の人の名前とか言いますけども、もしかしたら小林真彩はバレンタインデーの時にチョコレートを僕の家に、持ってきてくれたことあるかもしれません。だけども、テレビで公表してるのは違う人の名前でしょう。もしかして、いや、まあその年がね、一人の人間に持っていったとして、別の年に別の人間に持っていったりとか、それしませんでした。で、そういうようなところから髪の毛染めてしまったんじゃないですか。僕は中学生ぐらいの頃に、その、東山町にある、東山工房とは別のビルのところに歯医者さんがあったんですよ。で、そこに、来てませんでした。だからもう髪の毛染め始めたら、髪の毛染めてなくてもああいう風にね、うるさいやつに限って、今外でうるさいって言ってたでしょ、大声出してる連中ね、男性の声だったとは思うんですけど、わからないね。ああ、この者たち間違いない。女性も低い声で喋ったら男性っぽく聞こえるから、やっぱり同じ声、まず間違いない。お疲れって言ったり、無駄に手叩いたりする、太ってる、根性ないから痩せる努力ができない、でマスクしてる、開き直ってる、多分何か悪いことしてる。なあ、悪いことしない人間だったら正々堂々とマスクしないで生きていけるし、世の中の原理原則とかそういうことをいろいろと分かっていたら、まあ、自分からぼやけにしていればっていうことですね。だからまあ、本当は、佳子様にしていただきたいことは、結婚希望相手が淡井圭介さんですって、もしかしたらそういう動画がありました。だから、それは僕は今まだ見つけることはできてないですね。だからまあ、できるだけいろんな動画で見ていて、二人の関係が良くなるようにっていうことを考えて、こう文章を作ったり、あとまあ、本音の部分とかでもね、まあこういうふうなことになってるだとか、まあそういうことをお伝えしていますね。まあ、斉藤真美アナウンサーのその家の宣伝の CM、なぜテレビ局の人たちは報道ステーションで流したんです。あれもともと淡井圭介と結婚話しに来た赤江玉っていうアナウンサーがいたんですよ。一つ年上の人で。まあ、ウィキペディアを見ると、明石市かな、加古川市かな、神戸市の近隣の、市から、神戸市兵庫区にあった、もう現在はないんですけども、女性の大学に、通ってた人で、まあ、仮設住宅に住んでた時に仮設住宅に一度来ました。
特別家の中に上がったわけでもなかったと思うんですけども、上がってましたっけ？上がってませんでしたっけ？なんせ家の中も段ボールだらけでしたから、まあ、2部屋しかなくて、まあ、僕と母と弟で住んでましたんで、父親は東山候補に残ってたんですよ。全壊という判定の建物。それが現実でしたから。スポーツの勝ち負けとか関わって、まあ、そういう部分とかもあって、まあ、私の家は離婚してしまった方かもしれないですね。一回離婚したらもうなかなか難しいですね、その後の修復いろいろと。そういういろんな部分とかもあって、あと昨日撮影していた時に、まあ、ジョーブログさんのことを説明している方なんですけども、その動画の中で、外で人が歩いていて、あの距離絶対顔わからないって言ってましたけども、女性2名で歩いていて、黒い服着ていたの高島彩でした。目だいぶ細くなって。もうテレビ出てる時と、そうだとしたらですよ、わかんないですよ。で、こう、そこの横をね、曲がって歩いて、どっか行ってたみたいなんですけども、してることがよくわかんない。証言者として、ちゃんと出廷しますとか、そういうことだったらわかる。別個、我が天下と戦国武武の件で、その、別個さんの方にそのお金がなかったとするのであれば、中国政府に払ってもらうような形になるでしょうし、もう、そういうふうなところで証言者もいなかったら、こちらも話にならないですから。お金のこともそうですし、一応ね、その電波であれこれ聞こえてくる云々の件に関して、まあ、コロナウイルスの時ですけども、だからまあスポーツが止まってた時、その時に、2020年にその老人ホームに働きに行ってた時、2ヶ月間、その時はもう睡眠薬なしでも寝てたんですよ。で、電波であれこれ、もうほぼまず聞こえない、ただし人間がからかってくる。ただ結婚話、女の話とかでからかわれ始めてから、私が怒鳴り返したりとか、ある程度の大きさで注意するような声で言わなかったら、いやだからそれは僕のことだから、あなたたちがどうこう言う権利なんかないよって、その辺のおばちゃん、ばあさん、人に迷惑かけるだけ、その年齢で、そういうことごちゃごちゃ言い始めたら。あ、テレビから家の中見えるよって、テレビ局の人からはって。それ説明した時に、周りで働いていた粟井圭介のことをよくわからないね、ごちゃごちゃ言ってた人間も、まあ、態度だいぶ変わりましたね。なあ、寝室にテレビを置かない方がいい。いろんな意味で。だもう電波の話までなったお手上げですからね。ちょっともう今日も話長くなってしまったんでね、もうこれぐらいにしておきます。まあ、その僕は佳子様のことをすごく好きで、結婚したいって思ってるところはしっかり伝わったと思います。まあ、髪型云々とか髪の毛の長さとかでも、やっぱり好み云々とかもあるでしょうし、まあ以前そういうことも含めて佳子様は髪の毛伸ばしてくれてましたし、だから家の横を通り過ぎるっていう時に、佳子様の今のその髪の毛の長さ、その、なるほど点の、なるほど点じゃなかったかな。いや、なるほど点かな。なるほど、暮らしの発明品、なるほど点の時の、その、私のおばちゃんが出てる時の、動画に関しては、本当に3月4日かなと思いますね。まあ、文章でも言ってましたけども、
それやったら病院やわって、こう先手だでしょ。で僕は電話その後かけて抗菌室でその動画もアップロードしてるけども同じこと言ってるでしょ。だから嘘ついたらダメだっていうこと分かってないんですよ。で自分の方が悪い人だっていうこと分かってない。だからまずしっかりと謝らなきゃなんないのに、その辺のことをしっかりと言わなきゃなんないのに言ってない。だから状況を悪化させるだけ。だから自分発言聞いてたら分かると思うんですけど、自分のことばっかり言ってたでしょ。私には時間がないねんとか、ちゃんと結婚して子供ができて孫までできて、そこまで、来たら人生悔いないで、済ますしかないから、それまでその僕はどれぐらいその大変な目に遭ってたかっていうことを考えた時に、それでもまだ自分のこと言いますかっていうことなんですよね。だからそういう人だからもうおばさんとは絶対会わない方がいい。で人間関係は僕と武田恒也さんもそうですけど、一時的にある程度はあった。まあ、佳子様たちもそうですし。だから変に家計にこだわりすぎ。だからやっぱり直接僕の家に来たり、まあ、できるだけ僕の携帯電話に電話をかけることで、昨日に関しての動画を見てもらったら分かると思う通り、着信通知にね、その、まあ、一応夜には春山整骨院の連中はいなくなってましたけど、まあ、祝日日でいいでした。まあ、そういう部分もあってかなっていうところですね。まあ、毎日、まあ、気が重い部分とかもあって、うん、まあ、筋トレの方とかもあんまり進んでないですね。大した量してないです。まあ、ちょっとした量ですけどね。例えば、腹筋、腕立て、背筋、ストレートで、まあ、30回ずつ、まあ、15回ずつに換算して、2セット。まあ、あとはたまに懸垂しに行ったりとか、まあ、その程度ですね。だからその佳子様の昨日の晩、その録画しない時のその今後本当は裁判っていう声だから、それに関して佳子様が僕に会ってくれなかったら意味ないじゃないですか。だって去年483号かな、神戸地方裁判所485号か、まあ、ホームページ、IKS 君の駅の300番台のところ、途中で番号コロコロ変わってますけども、裁判所も知ることややこしい、本当に。で、その時に、その、武田恒也さんを、参加人か補佐人として、文章としてあるんですよ。で、武田恒也さんもそこまで行っていいんかいで、僕を呼んでくれたらいいって言ってくれてたんですけども、だけど全然何もですよ。テレビ局関係とかだったら、テレビ局関係で僕の提案して作ってもらったね、良い番組に関して、そんなに大きな金額求めてないです。だから、まあ、そういうふうなところの証言とか、できるでしょうし、まあ、結婚問題に関しても佳子様のことも、まあ、その時に補佐人さん加任とかで来てくれて、そこから佳子様に会わせてくれたりとか、いくらでもしようがあるじゃないですか。まあ、そういったことを全然しない。だから次の日になったらすぐに自分のことだけの人になっちゃうんじゃないですか、誰かから言われなかったら。だそこは自主性なんですよ。まあ、その、僕はホームページ作ったりしてるのも、まあ、結婚問題のこともありますけども、今、佳子様の声が、会おうっていう声が聞こえてきたんですけども、もちろん会いたいんですよ。会いたいんですけども、それ、会うって言っただけで横通り過ぎてたから、もうその子言葉にも真実はないから、家に来るとか、淡井圭介訪問して、有野第一タウンハイツの2105室に、これ、淡井さんに会いに来て話をする、結婚をするとか、もうそこまで言い切った方がいい。順番として話し合い、それから結婚っていう形ね。
もしかしたらそれがないからかもしれませんよ。だって今までそれをテレビ局に出ていた人たちも含めて、皇室の人たちも誰と結婚したいのかはっきりしなさいだったじゃないですか、紀子さまとか他の人たちもね。ただ南人さまとかはその僕二十歳ぐらいの頃を覚えてる時だったら、まあ、答えはやっぱり2種類あるんですよ。その横を通り過ぎるだけとかの、それをされてたっていうことを知ってるからどうせまたあれになるんやろって。だからなる人様の答えは、警察官を2人、淡井圭介の自宅に、派遣して、で、しっかりと会って話し合うことっていうことだったんですよ。だからそれはなる人様もできることだし、だから12月28日に皇居に行ったのは絶対間違いじゃないんですよ。だって次の日に、今まで佳子さまは自分の誕生日の時に何歳になりましたって皇居に訪れたり、他の人たちもそれしてたっていう今までの歴史があるでしょう。じゃあ成人さんを会わすことができる、一応そこには皇宮警察の人たちを通さなければ 中に入れないで、まあ、赤坂御所のこともある。2019年に関しては こちらの方で、案内するからっていうことを言ってくれた警察官がいました。